展のコンセプトっていうのはどういう感じで、もうこの作品関係はそれぞれ、違うんですけれども、今回のは一瞬の線っていうのは書のね、本当に根源みたいなもんで、書はもちろんその本当に一瞬の間に思いを伝えなきゃいけないわけでしょ。そこで一瞬の時にそれが命となって作品となって出るか出ないかということなんで、まあこの旅だけではなくて全てそうだとは思うんですけども、今回は新しい意味で7年間とにかく固定してませんからね。なので、その7年間溜め込んで、なんか太ったものを少しスリムにするためにその一瞬の性のそのものの新しいのを出せたらいいなと思っては書いてきました。7年前と今回とどう自分で変わってきたか。書き終わって今回ね、こうやって飾ってみて初めて分かったわね。自分で書いてる時に変わったんだと思ってない。ただできなかったものができたっていう一瞬のものは経験できたんだけども、やってみると7年間っていう間の中にいろいろと動いてきたのが他ね、類を見ない素敵な作品がずっと並んでますので、ありがとうございます。あらゆる字の形態が違ったのをいろいろお書きになって素晴らしいと思います。いや、それがどうなのかっていうと変わってきてるっていうのは自分が変わってきてるので多分変わったものが出てきてる、特別計算してるわけじゃないので。古代の実習を何年ぐらいなさってるんですか。古代の字を書き始めて何年なんだろう。だから中学3年の時からだから年は年数言うと分かっちゃうんです。それは想像にお任せしてそれだけ長いことをやってで先に古代文字を先頭立って走り続けたということですね。いやいや、先頭ということではないですけれども、ただ表現するのは楽しくてやってることだよね。ただ勉強しなきゃいけないことも山ほどあるんでね、そこがね、もうちょっと命が欲しいかな。でもあちら文字なんかはすごくモダンな素敵ですよね。そっちに平らと、これも意外とね海外の人が好きそうな感じ。そうですね、だいぶ今こういうのをいろんな方が書いてらっしゃるからね、それはそれで個々の表現でいいんだと思うんですけど、私の場合はやっぱり文字を一番大切にしたいので、でも線がすごく細くて力強いものを感じますよね。エネルギーが満ちてくるようなそんなようなことなんですが、そんなコンセプト、はい。